天と人類の前に最も尊い日となった天暦3月16日、各国の著名な指導者たちと世界万民が共に祝う天智神真の父母様の天中聖婚61周年記念行事の場が開かれ、新統一韓国、新統一世界安着、新天中開門の日が到来しつつあります。天一国安着の基盤の上に迎えた天智神真の父母様の天中聖婚。天の父母様の日と真の父母の日を天暦3月16日にまとめ、6000年桃源復帰節理が60年間の真の父母様の露呈により集結し、天の父母様が直接に主管なさり得る天の父母様政界時代が出発することにより、真の父母様は新時代の皇城天中祝福式で感謝と恩恵の祝祷を捧げられました。종기하신하늘부모님오늘여기축복받던당신의자녀들은하늘앞에감사와송영을드림은물론이요이들이책임함으로말미암아하늘부모님의꿈인류의소원이앞당길수있다는것을알고영웅충신의자리가됨을명심하고그한길로달려나가겠다고결심하는이자리인줄을알고있으니하늘부모님기뻐받으시옵소서。人類の前に最も福のある日であると語られ、天中聖婚記念日に合わせまとめてくださった第54回天の父母様の日及び第62回真の父母の日には、万民が天の父母様と真の父母様に敬礼を捧げる皇城の根本礼式である天一国敬礼記念式を許諾し、祝福してくださることにより三味が一つとなった歴史的な天一国敬礼記念式が恩恵の中で奉献されました。様母님、天神参父母님、천주성원61주년을진심으로경하드리옵니다。진일본대륙은참어머님과완전히하나가되어서할미꽃정신으로섭리의주역이반드시되겠습니다。참어머님사랑합니다。真の父母様は天一国の首都機能を持つ皇城天苑を中心に、天の父母様が安着されることのできる地上天国のモデルを2023年までに完成しようという遠大な構想を繰り広げられる中、皇城天苑の中心となる天の父母様の聖女であり、天一国の中央庁となる天苑宮の浄領式を主管してくださいました。감사하신하늘부모님、고마우신하늘부모님、너무도너무도오래기다리셨습니다。성원61주년을맞게되는오늘비로소하늘부모님을모실수있는성전을지상에봉헌할수있는오늘상향식을거행하게되었습니다。2023년봉헌할때까지역사하며보호하여주시기를간절히바라며참부모의이름으로아뢰었사옵나이다。아주15,000坪の敷地の上に延べ面積24,700坪の規模で建設される天苑宮の浄領分と、梁と棟木が奉安された現場は感動と感激があふれ、皇城ファミリアカフェの奉献式が行われることにより、新城文化芸術革命の未来世代の文化複合センターとして出発しました。世界平和青年学生連合は3万4名の青年学生たちが同参する世界総会を開催し、
青年が共に作る平和世界に対する希望を拡散し、120カ国約10万人の未婚2世3世の青年学生たちは、工場ユースブレッシングフェスティバルの場で誠の父母様の前で未来のパートナーのために誠の愛の価値を完成することを誓う清潔宣言を捧げることにより世の希望となることを決意しました。참부모로말미암아너희들은아름답게잘성장하여참부모의축복을받는그자리에는하늘부모님께서함께하시느니라계속해서환경을넓혀나가면서세상에본이되며하늘부모님의축복을받는너희들의미래가어떻게전개될것이라는것을보여주는삶을살아야할것이다30万平和愛員が共にした天の父母様聖会平和祝祭には、誠なる父母について悟り、誠なる自分を発見する祝福の場を作ることにより新たな伝道文化の場を開きました。天地人誠の父母様主観工場天保特別大役寺の場には、9つの大陸圏域の祝福家庭と波出部預言者が創立した霊性啓示聖会の信徒たちが参加し、77カ所で約400万人が視聴し、歴史上最も大きな恩恵が拡散されました。하늘의섭리는물론이요인류역사에서처음으로하늘의꿈이실현되는지상에참부모가하늘부모님을모실수있는성전을마련하고있습니다천일성전에여러분의이름이기록될수있는실적을갖추는오늘여러분은여러분일생에있어서독생녀참어머님과함께하는황금기에살고있다는것을잊지말길바랍니다学術界を代表し、工場国際科学統一財団は、科学と神に関する国際会議と科学の統一に関する国際会議をノーベル平和賞受賞者を含む134名の赤学たちと共に行い、新科学と伝統科学の2つの次元から現在の人類が直面する地球環境問題の解決法案を探すための深い論議の時間が持たれ、工場学術財団と世界平和学術人連合は国際学術会議を開催し、唯心論と唯物論が統合された新しいパラダイムを模索し、工場学術の祖の看板造形式とともに家庭連合に関する総合研究書籍の出版記念式が行われ、学生たちの研究及び成長発展のための土台が設けられました。新韓国 UPF は約5000名の平和愛員が同参した新統一韓国カンファレンスを開催し、日韓海底トンネル国家政策事業推進のビジョンを共有するなど、シンクタンク2022の基盤を造成し、世界平和女性連合は新統一韓国へと進む道、女性が平和を作るというテーマでカンファレンスを開催し、韓半島統一のための女性の役割モデルを提示し、新統一韓国安着のための統一運動の新たな1ページを開きました。世界平和華人連合は天下一家大祝祭を開催し、世界の華人指導者たちは誠の父母様の平和運動に積極的に同参することを希望しました。世界大陸圏域では UPF の8つの柱を中心に2021国際指導者カンファレンスが開催され、新統一韓国安着のためのシンクタンク2022の勝利基盤を造成しました。このような基盤の上に出版したシンクタンク2022、
バン・ギムン第8代国連事務総長の歓迎の辞を皮切りに、ニュート・ギングリッチ元米下院議長と、チョン・セギュン大韓民国元国務総理、マイク・ペンス前米副大統領、フン・センカンボジア首相、ジム・ロジャース、ロジャースホールディングス会長など、基調演説の壇上に上がった各分野の著名な指導者たちは、新統一韓国のアジェンダと談話を形成するための各分野の話題を提示し、政治、経済、宗教、外交、安保など各分野最高の専門家2022名は18ヶ月の大調整を出発し、全方位的分野のウェビナー談話の場を通じて新統一韓国を牽引する具体的な政策を導き出すため、新統一世界のためのアジア太平洋文明圏の礎石を確立していくでしょう。去る天暦2月15日工場ユースブレッシングフェスティバルを皮切りに、新統一韓国のためのシンクタンク2022出版希望前進大会まで、全ての行事が勝利的に封建された中で開催された祝勝の場、勝利された人類の誠の父母、天一国新聖徳皇帝である天智神誠の父母様が入場され、世界の五色人種万民が捧げる聖聖と礼を受けられた誠の父母様は、喜びと幸福の時を迎えた書簡を述べられ、新しい時代を迎えた先民の姿勢について御言葉を伝えられました。기원절선포이후에7년노정을걸어오면서참누구도이해할수없고힘든노정이었음은다알고있을것입니다그러나여러분들의수고와정성이나와하나돼서하늘의축복을받는자리하늘을모실수있는환경권을만들었다는것이거대단한축복이며우리들의행복입니다이번이런대회가있기까지본부를중심삼은모든기관들이하나가돼서이러한결과를만들어냈습니다행복합니다나는그래서2027년그하늘부모님의날을맞는그날을향해서전진합시다승리합시다希望に満ちた御言葉とともに、天津園及び特別祈祷室伝授式を許諾してください。7つの大陸圏域全体が実体精霊の恩師と祝福を受けることができるようにしてくださった誠の父母様は、誠のお母様の自助伝が天一国安着時代を開く尊い鍵であることを悟り、430冊の自助伝普及のために先頭に立って活動した新韓国の祝福家庭の功労を称えられ、代表家庭と優秀協会に対する表彰の場を主管してくださいました。光の日が三千たる世の中を作られる誠の父母様の生涯を歌った祝詞を皮切りに始まった祝賀公演の場、続く工場の舞台を共にした7つの県域の指導者と祝福家庭のシックたちは、誠の父母様の天に対する工場の生涯が天の父母様政界時代の文化であり、文明として実を結ぶ新しい時代を開いていくことを決意しました。最初の理想を天の父母様政界時代の生活として文化として花咲かせていらっしゃる平和の母誠のお母様と共に歩む私たちの足取りは、天の父母様のもと天中大家族の世界を切り開いていくでしょう。